へ、何あれ、獅子舞い、いらっしゃいませとかいう感じで、あ、びっくりした、え、怖い怖い、ごめん、怖いわ、え、何これ、何何何、福山市新一町にあるスナックジルバ、店の入り口には動くからくり人形が置かれ、なんとも言えない世界観が漂っています。このスナックを経営しているのが博士周平、あー博士、この間どうも覚えてたからね、ありがとうございます、この間どうも、福山市新一町の発明王こと上田貞夫さんです。上田さんは獣を追い払う罠やお年寄りのために便利なトイレットペーパーホルダーまで日々発明に勤しんでいました。今回はジルバを舞台に上田劇場が開幕です。ツードライブの街角スクープ、周平くんがたま来てくれての、はい、よかったら嬉しいな、はい、嬉しいんか、嬉しい、うおお、またこれ仕掛けだ、うん、嬉しいか、うん、嬉しいか、ま、いや、よう作ってるな、こんな、ジルバにはステージがあって、そこで自分が作ったからくり人形と上田さんによる一人芝居が夜な夜な行われているそうなんです。人形の顔は紙粘土、中は段ボールで作られ、自転車のブレーキワイヤーを使ってヒレの良い口や目の動きを実現しています。早速ステージをと思ったのですが、高則があることに気づきました。お前書いてるわ、上田、ほんまや、これ博士が書いた、え、いや画家でもあるやん、じゃあめちゃくちゃうまいで、これどんぐらいかかった、どれぐらいかかって書くんですか、これ1ヶ月ぐらい、遊び遊びするけな、1ヶ月でこれ1ヶ月書いたんですか、ほう、いやもう博士であり俳優であり画家であり多才やな、奥さん多才ですね、そうです、火災消防署、いやいやいや、火災、ソロ火災じゃないですあのサイドが多いの多才です、火災じゃないです、はい、ありがとう、多才やな、それでは上田貞夫の一人芝居をどうぞご覧ください。ばあちゃん帰ってきたぞ、ポチは最近かわいそうなポチでのうことでの、ばあさんが山へ行くんで、分かっとるんだろ、飯食わんようになっての、一週間前からもう腹がぺちゃくそ、腹がもうこうなっちまっての、この日の演目は姥捨て山、上田さん演じる吾作とからくり人形のばあちゃん、それにポチ、二人と一匹で物語は進みます。隣のばあちゃんもった、姥捨て山は60歳を超えると老人を山へ捨てなければならないという非常なお触れがあり、吾作は60歳になった母親を泣く泣く山へ捨てに行くシーンから始まります。しかし母親を山に置いて帰ることができず、密かに家にかくまって世話をする。そこへ隣の国が無理難題をふっかけ、解けなければ攻めてくるという、その難題を老いた母親の知恵で切り抜け、喜んだ殿様は姥捨て山を廃止したという物語ですが、ステージでは上田流のアレンジが随所に加わっています。隣のな村のな村長さん、プーチンやらいうような名前の人がのプーチンがこの上田さん、ところどころに反応に困る世の風刺を混ぜ込みます。そして吾作がばあちゃんと姥捨て山へと向かうシーンでは、ばあちゃん、どうしたんだ、今からひっくり返って死にたんじゃ、元気にならないじゃん。上田さん、狙っているのかハプニングなのかよくわかりません。このような一人芝居がおよそ20分続き、ポチに引き止められながら吾作とばあちゃんは姥捨て山へと向かい、ステージが終了。うわ、またこれが、え、これ、これも、いや、これもや、うわ、すごっ、これはジャンルはこれすごい、何なんだ、いや、すごいな、その二幕もちょっとしますから、よろしくお願いします。いや、いや、いいですよ、大丈夫ですよ、山田言葉だけ見て、あ、はい、上田さんの猛プッシュで第二幕が開演。山田、山田、ここが姥捨て山じゃ、
変な、寂しい。山に着いた吾作はばあちゃんに言われるがままに足を紐で結び、さらに手も結べと言われ、くくってくれ、いけわじゃばあちゃん、ばあちゃんの手を引き入れて、吾作が悲しみに暮れていたその時、なぜかポチが風呂敷を抱えてやってきます。その中には村長さんからの手紙が入っていました。何だよ、読んでくれ、バツ、ああ、どこ行ったかな、これ、あ、これは配信が違う普通の長姉さんの声も高鳴ってるやん。今日限り山を廃止する、おばすて山を廃止する、おおやった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 、ハッピーエンドだ、よかったな、ばあちゃん帰ろうや。ハッピーエンドもつかの間、スナックらしいエンターテインメントが始まります。あっけえ骸骨だろうが、そけ、あれじいちゃんにやなやからもんじゃない、おじいちゃん、あ、これがおばじいちゃんか、もうじいちゃんにする前の歯がの、歯が二つけなかったんじゃ、じいちゃんは、おうおう、はまるはまる、これはじいちゃんの、これでわかった、最後むちゃくちゃくちゃやって感動で終わった、よかったよ、よかったやん、もうこれはすごい、これは素晴らしいです、ありがとうございました、ありがとうございました。それでな、もう一つな、はい、見てもらいたいのがあるのよ、はい、踊りが、あ、踊り、もはや上田さんを止めることはできません。踊りの準備を待つ間に、これ何本ぐらいあるんですか。僕は岩壁の母、岩壁の母、バンバの中太郎、バンバの中太郎、それとなんかな、いろんなことを考えた、いろいろあるやん、で気づいた、天狗あれとかも全部先っちょ、全て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 です、全てがそう、ずっといらんことしてるやん。それでは準備ができましたのでご覧ください、芸者ワルツ、目が動いてる、目動いてる、目動いてる、どうなってんのこれ、うわー、芸者さんやほらあれ上田さん、あら上田さん、あら、うわすごいすごい、ま、何これ、あらあら上田さん、上田さん、上田さん、あれ上田さん、あらあら、どうしたどうした、あらあれ、あ、すごい、ちょっと妖艶な感じ、妖艶な感じで、おお、あ、目も動いてる、すごい、いや、あ、上田さんだ、上田さん、先生、先生、先生ちょっとたっぷりすぎて、うん、これ1時間のドキュメントでしたっけ今日ちょっとスクープ、うん、なんかありますか。これめちゃくちゃクオリティ高いんですよ、はい、日本、はい、エレキテル連合さんさ、はい、が隅の方にいたんですよ。そんなの作ってんの。そう、これ流行った時にこれでここでバチバチ笑いとって、なるほど、ダメよダメダメダメって言ってるんやろね、うん、そう、それの声とかも間違ったりとかしながらしながら最高のお店が広島にあったということで、これはもう衝撃スクープじゃないですかね。衝撃スクープ、